んばんは、ファンクです。前にね、六本木にあるハードロックカフェ東京へね、訪れた時の映像です。おー、モトリクルニキーシックスとかさ、めちゃくちゃ好きだったファンク。この服誰かわかる？正解はマイケル富岡。いやー、プリンスとかのこのギターさ、めちゃくちゃ覚えてるわ今元プリンスと呼ばれた男でしょ。本当にたまらん。いや、スラッシュもやばい。でね、もうね、ガンズとかもね、めっちゃ飾ってるよ。それでね、ここのね、展示はね、ハードロックカフェ全体でね、みんなでね、買って、でね、いろんな店舗でね、回してるのよ。だからね、次ね、来るときにね、そのね、なんていうの、グッズがあるかどうかはね、もう、その時来た時しかね、わかりません。また新しいの来てるかもしれないよ。でね、ここでね、まあ、久しぶりなんでね、ちょっとね、リッチにね、リッチサンブラでね、食べてみました。ボンジョビのギターね。このね、ローカルレジェンダリーバーガーっていうのはね、そのね、時にね、ちょっとキャンペーンとかでね、いろいろね、出すね、ハンバーガーなのね。でね、パティが2枚のね、チーズがいっぱい入ってるね。これめっちゃうまかった。でもね、2280円。高い。でね、それでね、一緒に訪れてた連れはね、バーベキューコンボ。リブポークのね、この肉めちゃくちゃうまいわ。すごくね、やばかった。でね、これもね、すごくお高い。いや、ハードロックカフェ、晩酌にはね、あまりね、立ち寄ってはいけない。それでね、なんかね、くじを引いてね、なんかこのね、なんていうの、バドワイザーのね、ヘッドホンもらった。でね、今回ね、一番ね、紹介したいのは、ハードロックカフェはね、トイレがね、非常にね、入りづらい。マドンナとかね、ブリトニーとかね、あとレディーガガとかね、いろんなね、なんか今セクシー女優が周りにもね、いっぱいね、展示されてるんだけどね、ファンクは言いたい。なぜね、サマンサ・フォックスがいない古いですか？知ってる人ね、いるかなせめてね、浜田麻里のね、肖像画でも置いてあったらね、チッチしやすかったと思う。それも古いですか？いや、42だからしょうがないっすよ。あの人もね、ファンクはね、いいよ。てってれてってて、てってれてってって、ユーゴスラビア、たんたんたてて、て、全然歌詞が違う。シルビー・バルタンもね、いいかもしれない。デビューした時のさ、ウォーターボーイズの曲使われてたでしょ？シルビー・バルタンの、あなたのトリコ。もうね、シルビー・バルタンね、出てきた当初はすっごくね、チャーミングだったんだよ。今はもうね、アマチュマリだけどさ、いやもうね、時は無常ですよ。無常。アンルイスね。ごめんなさい。今日はね、もうおじさんしかね、おじさんおばさんしかわからないね、お話になってますけど。若い子たちはね、売買金しないで。あ、そういえばね、ファンク思うんだけど、アマチュマリはね、本当にね、バカだと思う。本当にね、ファンクはね、アマチュマリはね、バカだと思う。デビューした当時、飛行機でね、移動中ね、プロデューサーも乗ってたのね。で、仕事もらうんでね、トイレでね、やられたってね、タカジンバーで言ってたよ、お前。みんなね、そんな
こと言っていいのってね、みんなねビビってたけどね、アマチュマリはね、あのやられたってね断言してた。アマチュマリは本当ねバカだと思う。それでは早速相談のコーナーへ行ってみたいと思います。ライブフードマーケットのトロピカルフルーツパンケーキ10段のね時の相談です。以前お店の店員さんに暴言を言ってしまう彼氏のことで相談した YS23歳です。ファンクさんの言う通りコンビニでまた店員さんに怒っていたので思い切ってそういうのはやめてほしいと言ったら手を挙げられました。コンビニの店員さんが警察を呼んでくれて彼は警察署へ連れて行かれ、私は病院に運ばれました。私の父が病院へ駆けつけてくれ事情を話し、怒った父は警察署へ向かい、そこでまた言い合いになったそうです。怪我は軽傷でしたが、父から結婚はさせられないと言われました。このまま結婚していたら私は常に彼に怯えて暮らさなければならなかったかもしれません。私には長い1年でしたが、まだ何も分かっていない短い期間だったようです。ファンクさん本当にありがとうございました。父からもお礼を言ってほしいと言われました。これからも動画を楽しみに拝見させてもらいます。YS23歳。いや本当にね申し訳ございませんでした。ファンクがねあの時誰かねいる時にね注意してみたりしてみたらってね言えばよかったと思います。で軽傷でね済んだということで本当にねよかったと思います。申し訳ございませんでした。それで結婚は流れたようだね。よかったと思う。長くいるとねとんでもないことに、ね、なったかもしれない。で今回ねこういうことになってしまったけど別れることができてねよかったと思います。でもねこういう男の人はね必ずね復縁をね求めてくる人が多いのよ。なぜかっていうとね他のね女性ではねうまくいかないから。であなたとね1年間いたということはね他の人は多分短いと思うんだけど、あなたとは1年いたっていうねまあ思い出とかもねまた復活してきてそれでね復縁を求めてくる可能性がねあるかもしれない。そういう時はねきっぱりとねシャットダウンしましょう。でね何かあったらすぐお父さんにね連絡しましょう。他人に対してねもうこれはね見てられないと思って注意できるね、あなたはね強い人だからねきっぱりとね断ることができると思う。そしてねあなたはねもう素敵な人だと思うから、いい人見つかるよ。ワンクねかけながら応援してます。いや今回はね本当に申し訳ございませんでした。埼玉でねオフ会をした時にねみんなで行った浦和レッズの人がねいっぱいね訪れる居酒屋リキっていうところへね飲みに行ってきました。あ浦和レッズのファンね。これをねみんなに見てもらいながらねちょっと後半ねいろいろね話していきたいと思います。24日ね下北でねいろいろ遊ぼうっていうね計画を立ててましたけど誰もね一緒に行こう行きたいっていうね募集がゼロということで、どれだけ嫌われてるのワンク。当日一緒に行きましょうって言ってね直前でねあ仕事入りましたぐらいのね気を使ってよ。でもねちょっとね寄りたいところがいっぱいあったんでね一人のがね動きやすいということでね今回はね一人でね20日いろいろね回ってきます。もしね下北でねファンクを見かけた方は石を投げないでください。それとねもうそろそろね給料が入るということでいろいろね遊んできたいと思います。でね今年はね去年以上にねいろいろね回っていこうと思ってますので
このね、東京シークラブよろしくお願いいたします。それでは今夜ここまで。じゃーん。